ちゃ。こんにちは。予言おじさん。うん、今あの動画で結構話題になってますよ、豊さん。大谷選手の41、42号、見事当てた、当てたとか見えてるんですよね。見えてる。まあ、41、うん、1打席目、うん、右中間、うん、でライトでしょ次。はい、次、42、うん、3打席目ライト方向行きました。もうね、はい、ポイントがもう引っ張るポイントを完全に掴んでるもんね。あ、強く叩けるところ、だからボールに対して差し込まれない、うんうん、そのポイントをちゃんと掴んでるし、はい、だからこれからはやっぱライトの方が増えるよね。どんどん右方向、右方向に。そうそうそう、ただデッドボールの関係があるから。そうなんですよ。ちょっと流すかもわかんないけど、はい、うん、まあ、痛みとの相談だよね。で、42号がそうですよね、デッドボールの、あの後の試合ってことになるんですけど、うん、どうなんですかね、痛みっていう、なんかホームランに支障はやっぱちょっと、いや、あるかもわかんないし、ね、ピッチングにも影響が出てくる可能性もあるけど、うん、はい、あのね、あれ大ブーイングだったらしいよ、あのスイングアウトの時、はい、いや、当てたことにもそうだろうけど相手にも、うん、いや、だから下手にインサイド投げれないよ、うん、相手がそうですよね、うん、やっぱね、はい、今敵に回すって、ファンを敵に回すっていうことは避ける。うん、日本もアメリカも、はい、そしたらちょっとライトの右中間の方にホームランが出てくるかもね。ピッチャーとの投げる球の兼ね合いに、兼ね合いが変わってくると思う。あ、やっぱインサイドが、まあ、やっぱり苦手だよね、はい、速いボールのインサイドってなかなか打ちにくい、うん、まあ、そこ攻めようとしてたんだろうけど、うん、でもやっぱ当てるとあんなブーイング食らうんだったらさ、おいおいおいって、俺も勝負してんだけどってピッチャー思うけど、やっぱシュート回転したりとかするよね多分。あ、そうですよね、当てちゃいかんと思ったらシュート回転が始まるから。もう残りが30試合も切り始めて、切ってるんですよ、豊さん、うん、これどのぐらいの本数いきますか、あと42、残り試合30、まあ、50はいくんじゃないかな。50は、まああと8本って考える、うん、ただやっぱりマークは厳しいだろうからな、まあ、当てないにしても、うん、そうですね、あと敬遠だったりとか。だから大谷がやっぱり引っ張るポイントは掴んでても、はい、やっぱりインサイドに引っ張れるようなボールが来るかどうかなんだよ、うん、そしたら切り替えで左中間の方に打てるかどうかっていうのが、はい、まあ、ポイントの一つだよね。そうですよね、うん、やっぱ右方向に完全に今行ってますから、ホームランが。まあそうだね、うん、まあ給料は上がることは間違いないしもう確実ですよね。確実だよ。どんなインセンティブ、俺が50億って言ったらそれ以上のなんか算出して出してたね。まあでもそのぐらいになるんですよ。60億ぐらい年間プラス10億になった。そうそうそう、すごいです。だってプラス10万じゃないからね。え、プラス100万とか10万じゃないから、ね、億、時間億ですか、桁がもう違いますもんね。違うよ。でプラス、そういえば大谷選手はピッチャーでもあるんですよ。8勝1敗、はい、1敗しかしてないってのもすごいよな。そうなんですよ。ただ規定投球回数にそこまでいけるかどうかっていうのがね、はい、そうなんですよ。だから微妙だな。そうなんです。だから投手のもちろんなんですけど、投手の順位に今成績では入ってきてないんですよ、うん、なのでその時、ね、規定回数がどうなのかとか。でも8勝してるんだろう。してます。盗塁は 22? 盗塁22です。まあ、トップは38なんですけど今の時点で。いや、盗塁王なんか考えてないの。いや、でも大谷が真剣に盗塁王を考えたらおそらく取るよ。だってこの前ホームスチールもしてますからね。そうよ、まあ重盗でしょあれもできるけど、俺がちょっと単独のホームスチールを教えてやりたいね。ちょっと大谷選手に。いやいや、本当に。でも危ないぞホームスチールは。そう、怪我のね。まあ今コリジョンルールがあるからブロックができないからね、はい、うん、だからまだいいけど、はい、危ないよ。いや、そうですよね、うん、特にピッチャーもやってるしっていうのもあって。そうだよ。そうですよ。でヤンキース戦でホームスチールやったじゃないですか、うん、だからそのヤンキースの解説者とかももう神だみたいな言い方をしていて、ホームスチールもやっちゃうのみたいな。いや、神でしょって今。いや、そら大谷はすごいよ。やっぱ野球の感性がいいなですよね、うん、あとは本当に楽しんで野球をやってるっていうことなんだ。だって大谷見てたら野球やりたいなっていう子供たちは増えるでしょ。増えます。
ね、はい、だからなんかこう野球の楽しさを大谷を通じて、はい、なんかこう見せてるっていう感じがするもんね。そうですよね、うん、いやでも待って、盗塁が22なのでこれは30は盗塁どうですか、行きそうですか。まあ行くだろうね30、うん、でもホームランはお前さ、はい、まあホームランが、まあ、50本とするじゃん、はい、50、はい、盗塁30、はい、100打点ってなったら、はい、トリプルスリーよりも、うん、意味があるはるかに素晴らしい数字だよ。ですよね。で今8勝なのであと2つ勝ったら2桁じゃないですか。もう 神だよね2桁の。いやおそらくね、はい、俺大谷の中に神は宿ってると思う、はい、野球の神様は授けたって言ってましたもんね。授けただから俺が見えるんだから大谷の姿。俺は神じゃないまあそうですよね。そうそう、何かまあ見えるんでしょうね。そうだね。いやすごいですよこれ。だからホームラン50、盗塁が30、2桁、100打点で10勝。そうです、2桁10勝、2桁以上な、2桁以上です。いやこれは神しかできないよ。いやそういう領域ですね。でもやっぱりみんなそこを妥協しないで目指したら、はい、できるんだろうね。いや大谷みたいなスケールにはならなくても、うん、はい、例えば打者では3割打って、はい、まあ、30盗塁ぐらいして、はい、ね、まあ、ピッチャーではまあ10勝ぐらい、うん、ホームランはそんなに大谷みたいにはあれ規格外だもん。もうインチキだよもうそうですね、あの飛距離もすごいし、いやいや、あのでかい体をあれだけ俊敏に動かせるっていうのは、はい、なかなか俺ね多分 NBA に行っても一流になってたと思うよ。あ、そっちのスポーツでも行けましたかね。完全になってる、バスケでも、うん、それと NFL、はい、フットボール、うん、これでも慣れてるだからもう才能ですから。だからもうね、二足のわらじとかいうよりも四足のわらじ、はい、忙しい、ね、いやだから野球終わったら NBA みたいな。そうですね、 NBA もしくは NFL、 絶対できると思うよ、あの子の身体能力だったら。すごいものを持ってるんですね、きっと。いや、すごいどころじゃないよ。だから神だって。神は何でもできる。そう。そうですね。NFL は危ないからやってほしくないけど。あ、まあね、そうですね。うん、NBA は、うん、あのボー・ジャクソンって昔いたんだよ。はい。野球が終わったら NFL 行って、ランニングバックかなんかじゃなかったかな。足が速かったんだよ。大丈夫。でもそれ膝壊しちゃってさ。ダメになったから、はい、NFL はダメ。NFL はダメ。NBA に行け。バスケ。いや今からちょっと教えたらすぐできるようになる。多分。多分できるでしょうね。まあちょっと舐めすぎかな。いやいや、でもそのぐらいの身体能力。いや怒られる子もがね。バスケットをね、本気でやってる。いやでもね、そのぐらいの可能性を感じる子だよ。すごいですね。いや感じない。いやもう感じるというか、もうなんか。何を私たちは見てるのか、本当ファンタジーの映画の世界を見てるような感覚です。おそらくね、ゴルフやらしたら400ヤード飛ぶんじゃない、はい、ちょっと待ってください。いやいや、400… 俺飛ぶと思うよ。まあ、飛ぶかもしれないですね。でもちょっとなめんなよって苦情が来そうだからもうちょっと、まあ、このぐらいにしとくけど、はい、でも可能性はすごく無限大に感じる選手だよね。本当そうですよね。さあここから残り30試合、大谷選手はどういうことに注意して。いや怪我だけだよ。そこだけですよね、うん、いや普通にやっときゃ神だからできるから怪我させられたら神でもできなくなっちゃうからね。ただ当たってもホームラン打ちましたからね。すごいよな。なんかサイボーグなんですかね。いややっぱ大谷は鍛えてるっていう話あるしさ、はい、アクエリアスも飲んでるみたいやからだから体が丈夫にできてるのかもわかんないよね。さあ予言者、はい、大谷予言者おじさん、はい、さあ見えてきましたか。43、44。まあこれは、まあ、1本は引っ張るかもわからないけど、はい、もう1本はセンターからやっぱちょっとこう流し系に入るな。ここに来て、うん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 、そうなると相手は投げる球がなくなる、はい、もっと嫌な感じになってきますね相手が。そしたら、ね、フォアボールが増えるんだな多分。あ、そしたら盗塁が増えるんだ。逆に盗塁の数が増えるのか。そうホームランよりも。そうそう、でもみんな期待してるのはホームランだから。なぜかやっぱそうなっちゃうんですよね。ゲレーロジュニアとか3位から2位に上がったとか、はい、もう大谷もぶっちぎっちゃえみたいな。
もうこうなったら、うん、もうこうなったらね。じゃあ43は、まあ、まだ右方向、うん、何打席目ぐらいですかね。まあ右方向っていうかやっぱこう、うん、バックスクリーンからちょっと左目が、まあ、増えてくるかな。43何打席目いきますか。まあ2打席目ぐらい。2打席目、43、44はまあ3打席目、2、3、うん、もうこれちょっとこの動画か、この動画が神動画になっているんで、もうそうなんですよ先生。じゃあ43、44をちょっと見守りましょう。我々当たらなかったら再生回数に響いてくるからね。そうですよね。大谷選手頑張ってください。お願いします。